になりますね。顔びしょびしょ。よそさんは急流とか激流下りなんかもあってね、限られた人しか乗れない場所もあるようですが、ここはもうこんな状態だから老若男女問わずいろんな人たちね来てくれます。まあ、ちなみにですが平成6年の年でした。名古屋から金さん銀さんってね来て102歳の誕生日ここで迎えてるんですよ。へその時記念交流した鯉がいるんですよ。まだ錦鯉どこまで泳いでる20数年たずけんとね、まだ、ほら、あそこで赤っぽいのもいる。金色もいるよ、どっかさ、金銀の鯉も一緒に話したけど、銀の鯉はもう数年前から消息不明です。沖縄の千人乗り換えシャンゼネ一の